立林藩。立林藩は、上野大良軍にあった徳川家と関わりが深い藩。国高は、短い一時期を除いて、おおむね五万国から十一万国の中藩で、五両を天の一つとして、五三夜に次ぐ高い価格を持、徳川綱吉とその子、徳松の時代は、例外的に二十五万国だった。藩庁は、立林城、現在の群馬県立林市城を待ち、 小田原征伐後、関東に入部した徳川家康は、徳川四天皇の一人、坂木原康政に、縦林十万国を与えた。これが、縦林藩の律藩である。康政は、県地や縦林城の拡張工事、さらに城下町の整備や、治水工事、日光脇王館などの街道新設などに尽力し、藩政の基礎を固めた。康政は、慶長五年、 1600年の関ヶ原の戦いで、徳川秀忠軍に属して、真田正幸と戦った。戦後、安政は家造違法の話もあったが、立林は江戸に近くて何かと都合が良いという理由から、これを断っている。安政の死後、後を継いだ交渉は、大阪の陣において、先行を挙げたが、直後の現元長元年、1615年5月27日、 死しなくして死去した。このため、榊原家は断絶の危機に立たされたが、幕府は、由緒ある榊原氏の加盟が耐えることを惜しんで、安政の孫で、大須賀家を継いでいた忠治を、交渉の養子師として、後を継がせた。忠治は、現那2年、1616 16年1月、家康から就寝、松平の称号を許されたため、松平忠治とも呼ばれ、寛永2年、 1625年12月11日には1万国の数を受けた。寛永20年1643年7月4日、忠治は道の串白川藩に移され、立林藩は廃藩、藩領は抗議五両、幕府直轄地となった。翌年2月28日、東東海浜松藩から松平のリコが6万国で入り、再び、 立林氏藩を立藩した。上皇三年、1654年1月26日、の子ことは死去して、この松平のりひさが後を継ぐ。この時、の久は、弟の情勢に五千国を分与したため、五万五千国となった。そして、漢文元年、1661年うるう8月3日、の久は、下佐桜藩へ移され、変わって、 第四代将軍、徳川家綱の辞典、綱吉が二万国で、立林藩主となった。ただしこの時の立林藩主は、江戸城府で、綱吉は、江戸の神田御殿に居住した。遠方八年、1680年に、家綱が死死亡くして死ぬと、その後を継いで、第五代将軍となった。このため、立林藩の家徳は、綱吉の子。 徳松が将軍聖守のまま同藩を継いだが、徳松は天羅3年、1683年ウルー5月28日、わずか4歳で溶接したため、縦林藩は再び廃藩、藩領は抗議五領に戻り、この時縦林城が破却された。法令4年、1707年1月11日、徳川綱重の次男、松平清武が24000国で入部する。 その後、法永七年と、聖徳二年の二度にわたって、仮想を受け、五万四千国の大名となった。第三代藩主、竹本の代である教法十三年、1728年9月、道の北殴藩へ移された。入れ替わりで若年寄りの大田助春が五万国で、入るが教法十九年、1734年9月に、大阪城代となったため、 所領を大阪周辺に移さざるを得なくなり、再び立林藩は廃藩となった。原文5年1740年5月、助春の子、助ケが5万国で入って再び立林藩が立藩されたが、延長3年1746年9月25日に東都海掛川藩に移され、 変わって、西の丸老中となっていた竹本が5万4千国で、再び入った。翌年、竹本は、本丸老中に栄進し、明和6年、1769年12月1日には7千国の、加造を受けて、6万千国の所領を領することとなった。第三代藩主、西厚氏の代である天保7年、1836年3月、松平、落ち氏は、 岩見浜田藩へ移された。代わって、田名倉より、井上正春が六万国で入る。しかし、高下二年、1845年11月、東東海浜松藩へ移され、代わって、出羽山形藩から秋元志朝が六万国で、入った。志朝は民生に力を注ぎ、文部省令などを行って、藩政改革に成功を収めた。また、 長州藩とも遠戚関係にあったため、日立三戸藩と共に、関東における、尊能上位派の急戦法となった。ところが、長州藩と親しかったことが、幕府からの剣議を招き、源氏元年、1864年7月の禁門の、変で心しやさは、同年10月27日、家徳を養子氏の礼朝に譲って、強制委員居処分となった。明治元年、 1868年の母親戦争では、地産したことを咎められたが、金二万両を献上したことによりこれを許され、政府軍の一員として、大雨制伐で軍港を挙げた。これにより、翌年、一万国の数を受ける。なお、霊長は、同年の藩籍奉還で、藩知事となり、明治4年の廃藩地検で、立林藩は廃藩となって、立林県。 栃木県を経た、明治九年、群馬県に編入されたのである。坂木原家や綱吉、清武といった徳川家と深い関係を持った藩で、ありながら、藩主の長期による支配がなく、廃藩、抗議御領になることも少なくなかった、比較的不安定な藩だった。十万国、十一万国、不大。天保後に、抗議御領、六万国、五万五千国、不大。 25万国、審判、5両天、断絶後に、抗議5両、2万4千国、3万4千国、5万4千国、審判、5カモン。5万国、不代、一時的に天覆。その間は、抗議5両、5万4千国、6万千国、審判、5カモン。6枚国、不代、6万国、7万国、不代。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。